皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。過去から現在、未来と地球外知的生命体の管理下に置かれた歴史だったという場合について考えてみます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。過去の出来事が未来の科学技術によって明らかにされる可能性は非常に魅力的な考えです。その中でも人類の興味を引き続ける最も謎めいた歴史的謎の一つがピラミッド、特にギザの大ピラミッドの起源です。通常の説明ではこれらの建造物は古代の人類文明によって建設されたとされていますが、一部の仮説的な理論はよりエキゾチックで異世界的な起源を提案しています。従来の説明によればギザの大ピラミッドは紀元前2580年から2560年頃、古代エジプトの第四王朝のファラオクフ王の壮大な墓として建設されたとされています。この説明は考古学的証拠、名文および数多くの学者や研究者による調査に基づいており、現地を調査したものです。しかし、この通説も大体の仮説が現れるのを妨げていません。このような大体の理論の一つは、古代エジプト人ではなく異星の存在がピラミッドの建設を担当したと主張しています。この考えを支持する人々は、このような建築的な偉業に必要な高度な技術や知識は当時の人々が持っていなかったはずだと主張しています。彼らはピラミッドの建設の精密さ、天体との整合性およびそのプロジェクトの壮大さがより洗練された起源を示していると主張します。さて、もしピラミッドが本当に異星の存在によって建設されたのであれば、これはこれらの存在が地球上の人々に対して現在も影響を与えている可能性を示唆します。異星の存在が人類の歴史に影響を与えたという考え方は、しばしば古代の宇宙飛行士や古代の宇宙人という概念と結びついており、私たちの文明を形作る重要な役割を果たしたと考えられています。このシナリオではこれらの高度な存在が現在も人類を導き影響を与え続けている可能性が考えられます。異星の存在の影響は様々な形で現れるかもしれません。この理論の支持者はこれらの存在が過去に知識や技術を人類と共有し、私たちの文明を前進させた可能性があると主張しています。この協力が建築、数学、天文学など様々な分野での進歩をもたらし、それがピラミッドの建設に現れているかもしれません。さらに異星の存在の影響は古代史にとどまらないかもしれません。これはこれらの存在が現在も地球上に存在し、特定の個人、政府または組織とコミュニケーションを取り続けている可能性についての疑問を呼び起こします。このシナリオは秘密の協力、隠れた知識、情報と資源の秘密のやり取りについての議論を開きます。ピラミッドの建設に異星の存在が関与している仮想シナリオを考えると、未来の科学的な調査が非常に興味深い可能性を開きます。高度な技術と研究手法を用いてピラミッドを前例のない詳細で分析し、人間以外の関与や異星の材料の兆候を探すことができるかもしれません。例えば建設に使用された石の分析や古代のテキストや名文の検討がその起源についての手がかりを提供する可能性があります。さらに現代の科学は存在する異星文明とのコミュニケーションを可能にし、ピラミッドの建設の仮説的な建設者から直接回答を求めることができるかもしれません。異星の信号を探す取り組みや遠くの天体へのミッションなどの努力は過去の謎を解き明かし、地球と異星の存在との関係の本質を理解するのに一歩近づけるかもしれません。
まとめると、過去の出来事が未来の科学技術によって再評価され理解される可能性は魅力的な展望です。ピラミッドの起源の謎は、通常は古代の人類社会による建設に返されていますが、異星の影響の可能性は未来の科学的な発見の対象として魅力的で、地球との異星との関係についての未来の科学的な発見の可能性について質問を投げかけています。宇宙を探索し、宇宙の理解を深めるにつれて、過去の謎はいつか解明され、私たちの人類の歴史と宇宙における位置の認識を再構築することになるかもしれません。皆さん、今回の未来予想2045の旅はいかがでしたでしょうか。私たちのチャンネルをご視聴いただき本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045を応援していただければ幸いです。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しかったです。ありがとうございました。